キャリアはアメリカ合衆国の電気メーカーである。エアコンディショナーや冷凍庫の製造を行っており、空調機器においては世界有数のシェアを持っている。かつては複合企業であるユナイテッドテクノロジーズの一部門であった。社名のキャリアは創業者で近代エアコンディショナーの発明者とされるウィリスキャリアにちなんでいる。現在、本社はコネチカット州ファミングトンにある。 また、テキサス州、タイラーの工場では、家庭用のパッケージユニットと商業用のコンデンシングユニット、ノースカロライナ州、シャルロットの工場では付属品や付属機器を、インディアナ州インディアナポリスの工場では、家庭用および商業用暖房機器とエアハンドラーを、テネシー州コリアービルでは、家庭用コンデンシングユニットとヒートポンプを製造している。キャリアは、 ウィリスキャリアによって1930年代にニュージャージー州からニューヨーク州中央部にあるシラキューズに移転し、以降そこを拠点としてきた。1950年代に家庭用のエアコンディショナーで成功を収めた。それは都市部からアメリカ南西部の人が少なかった地域に住宅地が進出する革命を起こした。1979年、プラットホイットニーなどを傘下に持つ。 巨大工業コングロマリットであるユナイテッドテクノロジーズに買収された。近年は工場のアジア店や運営組織がユナイテッドテクノロジーズ本社のあるコネチカット州近くに移ったことによりシラキュースでの存在感は縮小傾向にある。これはシラキュースの地域経済にとって難問となっている。2016年 キャリアのインディアナ州の工場は従業員1400人を削減し、メキシコへ国外移転することが決まっていたが、2016年アメリカ合衆国大統領選挙に立候補したドナルド・トランプは選挙戦通じて、また当選後もキャリア側へ国外移転阻止の働きかけを行った。キャリアの日本法人は東洋キャリア工業株式会社として1930年に設立された。 日本で初めてエアコンディショナーを製造し、霞ヶ関ビルや公居などに空調施設を収めた。工事部門は1969年に新日本空調株式会社として分離独立した。1999年2月1日にキャリアは東芝の空調部門と合弁で東芝キャリア空調システムズ株式会社を設立し、同年4月1日、 東洋キャリア工業をその参加に入れ、東芝キャリア株式会社となった。東芝キャリアは家庭用など小型空調設備を担当し、東洋キャリアは大型空調設備を担当していたが、2008年4月1日に東芝キャリア空調システムズ、東洋キャリア工業、東芝キャリアが統合し、東芝キャリア空調システムズを存続会社として、他の2社を吸収合併。 称号を東芝キャリア株式会社に改めた。また、東芝からの直接出資から東芝主会社で白物家電部門を統括する中間持ち株会社であった東芝コンシューマーエレクトロニクスホールディングスの出資となった。空調だけでなくヒートポンプ給湯器エコキュート事業に参入2009年10月1日付で東芝機器で行っていた。 電気温水器事業も移管した。2010年5月1日付で、東芝キャリアの家庭用エアコン、大正解、ブランド製品の商品企画、製品開発、販売事業を、東芝ブランド白物家電の製造会社である、東芝ホームアプライアンスに関したが、製造は、東芝キャリアが受託し、製造を継続している。2014年1月1日付で、 当社に出資していた東芝コンシューマーエレクトロニクスホールディングスが東芝に吸収合併されたことにより再び東芝からの直接出資になった。2017年7月1日付で東芝の社会インフラ事業が東芝インフラシステムズとして分社化されたのに伴い同社が親会社となったが2019年4月1日付で再び東芝からの直接出資に戻っている。 なお、両者とも、キャノンや、キューピーと、同じく、キ・ヤリアではなく、キ・ヤリアである。ニューヨーク州のシラキューズ大学にあるスタジアム、キャリアドームは、キャリアの命名権使用料を一部当てて建設された。ただし、シラキューズの気候とこのドームの使用シーズンの関係で、空調設備は設置されていない。ありがとうございます。